タケチャンネル投資の学校。銘柄を購入する際、どれぐらいの量を買えばいいでしょうか。例えば少資金の場合はですね、信用買いでもやらないと1000株は無理です。いくら、期待できる銘柄でも量が買えないと無意味です。どうやって買うのでしょうか。基本的に100株しか買えてませんとのことです。うん。はい。ですね、資金が少ないので、何としてでもちょっとでも多く買って、上がった場合にはその買ってその買った効果が上がるためにですね、少しでも多く買いたい。だから信用取引だということだけはもう絶対にやめてください。はい、それはお勧めしません。信用取引で買うってことはですね、私は多分一生しないと思います。死ぬまでしないと思います。自分では。で、要するになぜかというと、株っていうのは背伸びしてまで買う必要は全くないんですね。自分の身の丈に合う分で、それを少しずつコツコツ積み上げて、結果として大きな塊を少しずつ作っていくっていう、それがやっぱ投資の醍醐味であり、妙味であり、王道であるわけで、それはもう最初から相続やら何やらでですね、ものすごい資産を持ってる人も世の中にいますし、若い頃からですね。一方ではまた、ものすごく年収が高いような人もいるでしょうし、で、まあお金があまりにも あって年収が高いような人は逆にも株に手出す暇もないからやらないという人もいるでしょうね。でも私は一般的にですね、まあ一般的なサラリーマンの方が、もし自分の人生を豊かにするためにはですね、やはりこれは一番有効な方法は株式投資だと思います。あまりそれほど資産もないし、年収もそこまでは高くない人に、どんなに有望だからといって何千万もするマンションいくつも買いましょうなんてことはありえないですしね。ですけど株でしたら、毎月1万円からでも、積み立てでも、あるいは投資信託でもそうですけど、できるわけで、身の丈に合った以上に やるってことは、それはもう危険でしかなくて、それはもうやる必要は全くないと思います。ですから、これは投資っていうのは人のためやるんじゃなくて、自分と自分の家族とか、まあ要するに自分のためにやるんですね。だから、今日よりも明日、明日の自分よりも明後日、明後日よりもし明後日、まあそれはまあ今日よりも来年、来年よりも再来年っていうことでいいんですけれど、要するに一歩ずつでもですね、少しずつでも自分の資産を増やしていくと、そのために堅実な努力をしていく、勉強していくっていうことが大事で、たくさん買わないと効果が上がらないから、ちょっと株投資、株の投資は難しいし、また信用でもやってみないと無理やないかなっていう考え方は、大変恐縮ですけど、今すぐ押していただいて、堅実にやっていただくことをお勧めしたい。そのためにはやっぱり長期分散積み立てっていうやり方が基本的にはやっぱり私はそれに勝るものはないと思ってます。で、私は1992年からそういうやり方やってて、今ではまとまって出し金で少し買った銘柄ももちろんあるんですけれど、実は今でも積み立てやってます。で、これ全くやめる気がないんですね。なぜかというと、ふと気づいてみると積み立てでやったやつが投資効率が結局一番良かったりするわけなんですね、今でも。ですからこれは要するに少ない人は積み立てで、多い人は積み立てじゃない方がいいっていうわけではないっていうことなんです。積み立てでやるのはオールマイティなことなんですね。そう思います。ご視聴ありがとうございました。質問をお受けいたします。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。